平和のバラ園は大阪府水田市の万博記念公園内にある庭園。1970年の日本万国博覧会開催時に造成され、敷地面積は約6000平方メートルある。万博記念公園の文化ゾーンの中心にあり、隣接する施設としては、北に日本庭園、西に国立民族学博物館、東に大阪日本民芸館、南に、 太陽の塔と挟む形で万博記念公園日本庭園前駐車場が博覧会前の1967年に道子日に捧げたプリンセス・ミッチことアイリッシュ・ミストなどがある。博覧会開催当時、園内の東寄りには天の池という池があった。池にはイサム・ノグチ政策のガツの世界と称する噴水があり、回転しながら上昇下降する気候が組み込まれた。 直径4メートルの球体のモニュメントが設置されていた。現在もバラ園の上段中央にその球体のモニュメントが設置され見ることができる。お祭り広場万博記念公園、万博記念公園、2018年6月18日閲覧。バラ万博記念公園、万博記念公園、2018年6月17日閲覧。バラの花図鑑、プリンセスミチコは、 皇太子妃一代の道子皇后に捧げられたバラ。バラを知りたい。育てたい。2017年5月18日。2018年7月10日閲覧。アイリッシュミストバラ図鑑のいバラ、www.noibara.net。2018年7月10日閲覧。万博記念公園ドーズフェスタ終了しました。万博記念公園、万博記念公園。 2018年6月17日へ閲覧。AB 万博遺産万博記念公演。ありがとうございます。